こんにちは、天板アカデミー堀秀夫です日本よ。これがオーストラリアのネットショッピングだというね。オーストラリアのネットショッピング、ろくなもんじゃないと。頼んだものが、期日通りに、ちゃんと届くということはないというのはね。まあ、オーストラリアで実際に買い物したことある人なら、まあ、あるあるという感じなんですけど、 まあ日本人からはね、まあ、そんなことはねだろうというふうにしか思われないと。そこで私の実体験、ね、えー、まあ実際の連絡をお見せします。コンタクトレンズを購入したときの体験です。本当これ日本人から見ると、ね、ネタのようですが、オーストラリアでは標準的な話です。ちなみにこれね、買った後、 1,2,3,4,5回、ね、連絡して向こうから返事もらってでそのうち1回はね、えー、返事は要領を得ないんでこっちからさらに2回連絡してるとつまり、えー、購入してからこっちから7回やり取りしてます、ね、いつ届くんだとかどうなっちゃってんのとかキャンセルできるのかとか、ね、そういうやり取りをしてますでまあ本当に、まあ、催促せずにね 期日通りりに無事とということはありませんと一番運がいいと遅れて届くと。遅れただけで頼んだ商品が届くというのはもう上出来。でね、えー、遅れも、まあ、大体2週間ぐらい遅れんのはしょうがないなと。よくあることっていうか、まあ普通そうだという感じです。でそんなわけで、えー、私が注文して8月の26日に注文して でえー、7日から9、9日、ね、7から9営業日、えー、土日祭日を除いて、だからね、大、え、体、ー、いい10日から2週間で届くとで。10日から2週間で届くというんでね、えー、さらに1週間、ね、待って、3週間待ちました。で、3週間待ってね、届かないので、発送日を質問しました。そうそう。これね、こっちから発送日の質問するまでは、質問して返事が来るまでは、向こうからは。 何の連絡もないと。受注メールしか来ないと。これまたオーストラリアでは一般的な傾向ですで。しかもね、受注メールすら来ないんですけど、しっかり注文の時に引き落としはされてます。クレジットカードなりペーパルで引き落としはされてます。で領収しましたという連絡も、受注しましたという連絡もないと。ただお金を払って待ってると。ね。なんか日本の感覚だとありえないですけど、まあ、こ,れこれまた普通のことですね。 でえー、返事返ってきました。ね。えー、7から9ウォーキングで、ね、7から9営業日で届くはずだけど、ね、まあ念のため9月30日まで待ってくれと。どういうことって感じなんですけどね。まあいいやと。まあ9月30日まで待ちましょうと。ひょっとしたら注文忘れてたのかななんていう感じでね、この時は楽観的に考えてました。注文忘れてたのかなと。だから言えば送るのかな っていうのが楽観的に考えたっていうのはもっとひどいケースが多いってことですね。まあ、今回もそうでしたけど。で、えー、9月末まで待ってほしいってことで待ちましたけど、待っても来ないと。ねで、さらに2週間待って10月の14日に問い合わせをしました。ねいつ送るのと。ね、で、返事返ってきました。ね、えー、これよく見てもらうと分か,る分かるんですけど、どこにも日付とか何も書いてないですよね。えー 私、注文してくれて、私たちを訪れてくれてありがとう。訪れてくれてありがとうって、もう注文してるんだけどって感じですよね。私たちを信じてくれてありがとうって。もしかしてあなたは先に引っかかりましたっていうね、えー、いう文章なのかなとも読めるようなこう文章ですよね。で、えーなえー、どういうことだって私の質問は一行ですからね。Please tell me the shipping date、ね。発送日を教えろと言ってるのに、この謎かけみたいなね。 えー、まるであの国会答弁みたいですよね。その質問に答えてねえじゃんみたいなね。で、結局はね、えー、もう返事、返事ないですよね、これね。返事になってないと。だめだね、これだと、まあ。クレジット会社に商品,商品が届かないか、ねあるいはペーパルにね、えー、商品届かないか、まあ、いずれにしても連絡しても返金してもらおうと。 思って、でもね、えー、そ、それからさ、さらに2週間ぐらい待って、もう一回、もう一回ぐらいね、もう一回ぐらい送って、また同じような返事だったら、もうこれ、商品ねえんだよと、手配できねえんだよと、ね、あるいは初めから詐欺だったのかなって感じですよね。いう感じで、えー、待ってたら、ラッキーなことにね、1週間後に発送通知が来て、まあ、ね、えー、商品ちゃんと届きました。ね。で、まあ、そんな形で、 えーまあ、これ果たしてね、もともとサイトに書いてあったように、本当に、ねえー、7から9営業日で届くことはあるのか、ね、あるいは催促しなくても商品が、ねえー、遅れてでもいいから届くのか、ねまあ、当然二度とこのサイトを利用してないんで未確認ですけど、まあ、えー、ひどい目にあったねと、日本の感覚だとね、まあ、ひどいとこですねって感じですけど、まあ、正直オーストラリアだったら、 まあそんなもんだよねって感じですよね。えー、何しろ、日本のようにね、頼んだものが約束通りの傷日き術に届くことはありません。これはね、もう言い切っちゃっていいですね。えー、遅れて届くってのが最良のケースで、それが一番マシなケースです。ただね、半分ぐらいは遅れて届く。で遅れっぷりもね、その2週間とかじゃなくて、まあ、今回みたいに2ヶ月とかね、あるいは、 もうそもそもね、1ダース頼んだのにね、1個しか届かないとかね、えー、なんか靴頼んだのにね、帽子が届くとか、まあそういうなんかギャグみたいなの結構あります。もう探せばいくらでも出てきますけど、それもね、えー、今回みたいなそのよくわかんないネットショップじゃなくて、まあ、デパートとかね、オーストラリアでは実店舗を何店舗も持ってるようなチェーン店に頼んだって平気でそういうことがあります。まあ、そんなわけでね、 オーストラリアアマゾンっていうのはもともとが通販とかねネットショップとかが進んでいた日本とかアメリカとはね訳が違うとねもうこういう買い物体験しかできないのにアマゾンって注文したらね季節通りに注文した品物届くよと本当に届いたよとなったらね多分すごい勢いで浸透すると思いますでしかもね値段も の値段は安いと多分ね、日本の3倍で売ったって、オーストラリアで普通に売ってるものと比べたら安いです。ぐらいオーストラリアは物価高いと。それは物価高いですよね。何しろほとんど働かないのに時給は高いわけですし、スーパーのレジ打ちの人の時給が祝日とかね、深夜には4000円とか5000円になるわけですから、日本からは考えつかないような、 高級鳥ばっかりが働いてると。ね、でしかも仕事の精度はね、えー、非常に低いと。トヨタすら撤退する、えー、オーストラリア市場ですから、まあ何しろ安上がりなんかやらせるってことはまず無理。まあ、そこに、えー、アマゾン登場と。これはね、えー、相当期待できます、ね。何しろネットショッピングは使い物にならないと。物価は高いとで。そこにね、今までなかったサービスですよね。かつて、 えー、ピザをね、約束通りのち時間に届けてくれるということでね、えー、ドミノ・ピザが30分以内にお届け、ね、30分以上経ったらね、えー、お金、えー、返金しますと、やったらね、もうピザをみんな注文するようになっちゃって、えー、あっという間にね、えー、大企業になったわけですけど、えー、ぐらいの勢いで、えー、アマゾンは浸透すると思います。そんなわけで、ね、オーストラリア・アマゾンはね、物販で稼ぎたい人にとって、未経験のブルーゴシャンです。 元々便利だった日本にヤフオフが登場したとかね、元々便利だったアメリカでアマゾンが接見してったのとはわけが違うと。もうまさに黒船、ライバルはいないという場所にね登場しますので、相当稼ぎやすい。オーストラリアアマゾンで売りさえすれば、日本で普通に売ってるものはね、かなりえ高く売れて儲かりますま。そんなオーストラリアアアマゾン、今、 サポート会員を募集してます今すぐね、こちらのリンク、青いところをクリックして、サポート内容、それからどれぐらい稼げそうなのか、確認してください。以上、天板アカデミー、堀秀夫でした。